投資の可能性を大勢人にとにかく子供です。今日は海外の大口投資家が大量保有シリーズ動画で取り上げていきます。低調気味のですね米国株と比べて比較的堅調な日本株ですけれども、やはりですね買い手の多くを占めているのが海外投資家です。それもですね名だたるですね大企業の大株主になるような機関というのはたくさんあるんですけども、今回はその中でも代表的な機関投資家を取り上げていきます。今回挙げるのがですねステートストリートでして、大手の機関投資家向けのグローバルな資産運用機関となります。運用資金の総額は5000兆円以上、アメリカのですねボストンで1792年に創業されて、規模としましてもブラックロックやバンガードといったアメリカの世界最大級のですね金融機関と肩を並べる存在となります。日本株にもですね当然彼らは投資していまして、いくつかの投資ファンドに分かれるんですけども、代表的なものだけ見ても保有銘柄数は日本市場で255銘柄、時価総額はですね7兆円、これはですね東証の売買代金の1日の 1% から 3% に当たります。さらにですね配当利回りも 2.64% と、基本的に長期保有であるのがね当たり前ではあるんですけども、それによってですね高配当化しており、組入れ上位銘柄を見てもですね商船三井、日本郵船、 JT など、結構なですね高配当株を持っております。なので今回はこのステートストリートが持っているですね高配当株にフォーカスを当てていきますが、大型株ばっかりねやっても仕方ないので、少し小型気味でかつですね保有割合が増えたもの、それに絞ってですね検証していきたいと思います。3月末は日本株のですね配当権利落ち日もですね集中するシーズンですので、ぜひですねその参考に最後までご覧ください。毎度お知らせしますけども、こちらのチャンネルの公式 LINE があります。こちらのですね友達登録者限定で、投資初心者におすすめですね暴落時に有力株を拾って、そして高配当と値上がり期ですね同時にやっていく投資について、こういった動画はですね無料でプレゼントをしています。他にもですね私の関心銘柄リストのプレゼントなんかもありますので、YouTube の動画を見てもらってるんであれば、ぜひですね概要欄のリンクの方から友達登録もよろしくお願いします。それでは本題いきます。海外大口投資家が大量保有している高配当株、その1が4544の HU グループホールディングスです。HU グループは SRL と富士レビューをですね、中核とする臨床検査、検査関連のサービスを提供しています。感染症はですね、がん領域を中心に臨床検査薬や審査キットのですね、開発、製造なども行っていまして、検査センターの規模としましては日本最大級。毎日ですね、20万人以上のですね、検査を大規模病院のですね、中心として受託しています。臨床検査としましては国内2位のシェア、免疫のですね、血清検査分野に関しましては世界トップクラスのですね、規模を誇っています。2022年9月時点でステートストリートもですね、複数のファンドが大株主トップ10入りに入ってまして、これに関しては買い増しというわけじゃなくて、他の株主がですね、売却することによって、順位が、上がるっていうこともあるんですけども、とはいえ一定の規模で継続保有をしているということです。検査関連の銘柄に関しましては、なんといっても新型コロナで大きく恩恵を受けました。2020年から21年にかけてですね、株価が底値から 1.8 倍、ただそれ以降はコロナのですね、落ち着きにも伴って、徐々にですね、上値を切り下げていって、配当利回りもですね、現在4.58% と、かなりの高配とかしております。経常利益を見ても、見ての通りですね、前期が良かった分その反動があって進捗率こそ悪くないですけども、やはりね減益という形にはなっています。ただ近年ですねコロナの恩恵を受けたとはいえ、営業キャッシュフロー、それから現金流動物とも大きくね増やしていますので、それをもとにですね設備投資にもね大きく振っているのがね会社の動きとしても分かります。なので株価は停滞しますけれども、外部の数字から見る動きとしては悪くないですね。あとはこれはビジネスモデルのですね問題でもありますけども、自己消費率は、低いということもなく、それで ROE は 23% としっかりね稼げていますので、今後医療需要のですね拡大に伴って臨床検査もですね増えていけば、その恩恵もね受けられやすい銘柄かなと思います。四半期ごとのですね売上を見ても、新型コロナによるですね上積みも当然あったわけですけども、それ以外の売上高もですね少しずつ伸びていまして、最近でもですね細部検査に特化した TCPL の株式を取得するなど、うまくですね既存事業とのですねシナジーを生み出そうとしているところもありますし、どこまでですね成長性があるかはまだね分からない部分でありますけども、逆に言えば株価チャートを見ても結構底堅い、そういった意味で海外投資家が長くね保有するのもね分かる内容かなと思います。ただ配当に関しましては利回りこそ高いですけども、連続増配ということもなく、業績によって連動します。2022年3月に関しましては、久しぶりに減配をしまして、利益がね好調だった分、そのですね反動もあるかなというところです。とはいえども2013年から基本的には増配もしくは維持のねスタンスで来ていますので、株主還元の姿勢としては消極的ではないでしょう。そういう意味であまり利回りを当てにせずに、会社の中身を見てですね、ピンとくる人が投資をする、そんなスタンスでねいいんじゃないかなと思います。海外大口投資家が大量保有している高配当株、その2が7167の芽吹フィナンシャルグループです。芽吹フィナンシャルグループは北関東茨城県のですね常陽銀行や栃木県のですね足利銀行を中核とする、大手の地銀となります。22年3月時点での地銀の総資産は2位、基本的には銀行業務を中心に、リース証券、信用保証、クレジットカードの金融サービスを展開しています。
今期の業績としましても、第3四半期をですね、終えた時点で、経常利益のですね、進捗は達成していて、まあ、ただグラフを見ても分かる通りですね、前期よりはちょっと苦戦してるかなと、まあ、そんなね、印象となっています。売上もですね、そこまで大きく伸びてなくて、むしろですね、少し頭打ちのような状況です。ただ22年9月時点では、ステートストリートのですね、保有割合は増えてるんですね。実際問題、昨年の9月からですね、まあ、金利高などもありまして、他の銀行株ですね、同様、まあ、綺麗にですね、上昇チャートを描いて、まさにですね、高値追いのようなね、状況となっています。まあ、ただ地銀の中ではそこまでいいかというとそうでもなく、連結のですね、粗利益や、まあ、経常利益を見てもですね、減益傾向にね、あるということです。第3四半期のですね、決算書を見ると、まあ、主に減益の要因としましては、まあ、金利上昇の副作用ですね。まあ、国内外のですね、金利上昇によって債券価格が下落し、まあ、特に外国債券を中心に売却したと、まあ、そういったところが147億円のマイナスを計上し、前年同期66億円減益のね、318億円となっているということです。まあ、そもそも進捗目標の設定からするに、まあ、ある程度2022年が始まる段階で、おそらくですけども、織り込んでいたような感じはします。まあ、なので最終利益だけ見れば、まあ、ある程度一時的な要因というか、悲観しすぎなくてね、いい内容にはなるかなと思います。まあ、ただですね、貸し出し残高こそ増えているものの、まあ、住宅関連のローンや、まあ、そもそもの預金の残高、あとは運用資産のですね、預かり残高に関しましては、伸び悩みもしくはね、減少が見えていますので、株価こそ今ですね、金利上昇の影響によって上がってますけども、中身のですね、事業を見るとそこまでですね、良くない。むしろ苦戦の兆候がね、見れるかなと個人的にはね、思っています。まあ、この芽吹きにね、限りませんけれども、まあ、地銀というのはどうしても人口減少のですね、運命から免れませんでして、まあ、茨城も栃木もですね、割合としては微減ですが、すでにですね、人口減少にも差し掛かっています。まあ、そういった意味で、当然ですね、まあ、利益の効率化なんかもね、取り組んではいるかなと思いますけども、とはいえ、そこまで銀行業にですね、大きな成長性は望めない中でね、株価が上がっていますので、まあ、その点はね、注意した方がね、いいかなと思います。まあ、ただ、配当金に関しましては、かなりですね、安定して出していまして、まあ、ずっとね、11円をキープ。増配こそないですけれども、前年より減らさず、配当成功も 28.2%。まあ、高配当株として保有する分には、まあ、比較的安心感のあるですね、銘柄かなと思います。まあ、もうすでにね、上がってしまってるんで、まあ、前からね、持っていたホルダーさんはね、おめでとうございますという感じですけども、まあ、足元の業況や株価のですね、過熱感を見ると、まあ、大口投資家が持っているかといって、まあ、慎重にね、考えなくちゃいけないね、銘柄かなと思います。海外大口投資家が大量保有している高配当株、その3が7729の東京精密です。東京精密は1949年に切削工具メーカーとして創業し、まあ、その後半導体製造装置メーカーとして、まあ、兼用地区であるプローバで世界首位。半導体ウェハンですね、切断装置あるダイサや、研磨装置に関しましても世界2位のですね、シェアを誇っています。まさしくですね、日本が強い半導体装置メーカーの、まあ、代表的な一社ということですね。ステートストリートに関しても、2022年9月時点で、大株主トップ10入りに、まあ、新規に入っております。まあ、業績はこの通りですね、まあ、順調に上げていまして、配当利回りね、4.26% ありますが、まあ、ただ配当金に関しては、業績にね、ある程度連動するような形です。まあ、配当成功で言うと 30% か 40% ぐらいを目安にしているような感じですね。主なですね、半導体製造装置と計測器に関しまして伸ばしてきましたが、ただですね、直近は見通しそこまで良くなく、これまで高水準のですね、売り上げを支えてきた受注がですね、どうも減速傾向みたいでして、まあそういった見通しから、まあ12月に発表したですね、第2クォーターの決算では、まあ下方修正と、まあそういったね、発表しております。ただですね、今年に入ってからはですね、まあ見ての通り結構反発しているチャートでして、まあ長期で見れば緩やかにですね、上昇トレンドになっている。まあそんなね、銘柄となります。まあ、半導体関連、まあ、特にですね、ハイテク機器や、まあ、自動車といった、まあ、在庫サイクルのですね、変動が大きい製品に関しては、まあ、いくら将来性のあるですね、半導体関連といえど、まあ、気をつけないといけないなと思ってるんですけども、まあ、とはいえ、一旦昨年ですね、半導体市場の減速懸念が、まあ、出尽くして、まあ、会社としてもある程度減益の見通しを出したことで、まあ、逆にそれがね、安心感につながって、これはね、突き足でありますけどもね、まあ、反発上昇してるのかなと。あと加えて、海外売上も高いです。日本がおよそ3割でして、残りの7割はですね、アジアを中心に海外でですね、稼いでるんですね。なので、年初から急激にですね、また円安にね、戻ってきていましたけども、おそらくその影響もあっての上昇なのかなと思われます。半導体に関しましては、将来的なですね、成長産業なのは間違いないんですけども、やはり買い時はね、悩むかなと思います。まあ、個人的には、日銀がですね、年4回出している、まあ、業況 DI、特に大企業のですね、製造業の、こちらのですね、数値をね、見るのがいいかなと思います。業況 DI は、まあ、製造業のですね、現場担当者の先行き見通しがですね、いいと答えた人から悪いと答えた人をですね、差し引いて、ゼロより要は下であれば、まあ、それだけ景況感が悪いということになるんですけども、結構この業況判断 DI と、まあ、グロース株のですね、動きが一致してまして、まあ、日本で言えばマザーズなんか、まさにこの DI がですね、大きくマイナスを掘ってる時、まあ、そういう時がですね、買い置きになったりもします。
で半導体もね、思いっきり製造業なんですけども、今ちょっと中途半端なんですよね。ちょうどこの3月にですね、業況判断 DI のね、指標が出ますが、可能なことならもう少し悪化してからですね、買いを検討してもいいかなと思います。まあ、ましてちょうどね、反発で上がってるところではありますし、まあ、日本株自体が割安なので、まあ、このままね、上に行ってしまう可能性もあるかなと思いますけども、まあ、高配当銘柄ね、他にありますし、なおかつ配当金額に関しましては、どうしても利益の影響を受けますから、安心してですね、高配当として持てるかというとちょっと違いますね。まあ、その分成長性もありますし、せっかくね、キャピタルゲインを狙いたいんであれば、まあ、しっかりね、地合いの悪い時期に、また拾うということで、干渉しておきましょう。海外億長者が大量保有している高配当株、その4が8174の日本ガスです。日本ガスはガスのですね、直売会社でして、まあ、通称日ガスと呼ばれています。関東圏を中心に LP ガス、都市ガス、電気、さらにガス機器や周辺機器のですね、販売を行っています。ガスの顧客は160万戸、電気顧客は31万戸と、まあ、全国でも屈指のエネルギー業者でして、近年では2019年に電力販売で関東域外に進出。2021年には世界最大規模のですね、LP ガスの充填基地である夢の絆川崎を完成させ、まあ、ガスを中心にですね、まあ、エネルギーのインフラ企業と言えるかなと思います。ステートストレートに関しましては、新規にトップ10入りしたのと、保有割合がですね、増えているファンドもありまして、配当利回りは 3.36%。株価としてもずっとね、下落傾向だったんですけども、底打ちをしてですね、まあ、にわかに下からね、来ているような状況となります。まあ、エネルギー企業ですね、まあ、強いかと思いきや、売上こそですね、上がってるんですけども、ただ営業利益とかですね、経常利益で見るとそこまで残せてないと。まあ、やはり昨今ですね、ガス代、電気代中心に、まあ、大きく値上がりしているというところと、まあ、第三四半期時点ではありますが、LP ガス中心に家庭用のですね、売上がそこまで伸びなかったと。まあ、そういったところがですね、影響しております。まあ、こちらもですね、漏れなくガス価格がですね、まあ、高騰していまして、まあ、価格改定ですね、一応対応はね、しているので、比較的ですね、価格決定権のね、ある会社かなとは思いますが、とはいえですね、電気料金もね、大きく上がったように、まあ、節電などで、まあ、利用をね、控えるね、動きも今後もね、見られるかなというふうに思います。まあ、想定のですね、価格が結構難しいですね。想定価格は2月以降を150円から135円に見直しとしてるんですけども、まあ、もともと150円想定だったのが、まあ、思ったほど円安が進まなかったと。まあ、そういうね、形にはなっていますけども。ただまたですね、1ドル136円とか137円になってるように、最近ドル円のですね、まあ、変動幅が非常に激しいので、ここのですね、想定をミスると、まあ、当初ね、見込んでいたね、利益が減るみたいなこともね、当然起こるかなと思います。個人的にはですね、そこまで伸びしろないかなとは思っていまして、売上利益ともそこまで伸びる要素がなく、会社としてもですね、まあ、DX などを推進して、まあ、一方で従業員数もですね、絞りながら、なんとかこう、販管費をですね、抑えて、まあ、利益をね、残そうとしてるのはわかるんですけども、まあ、逆にこの販管費明細を詳細に出すあたりが、なかなか大きく伸びる手がなくて、なんとかコストをね、こねくり回して、まあ、利益をね、残していると。まあ、そんなね、現状が垣間見えます。まあ最終的には、まあいかにね、顧客数をね、増やせるかどうかというところかなと思います。なので、他の銘柄もそうですけども、決算を見る際は売り上げじゃなく、まあ販売数量とか、まあ顧客数とか、まあそういったところもですね、ポイントとして見てください。ただ、配当のですね、還元方針としては非常に手厚い。連続増配こそ2期ですけども、10年前に比べて、配当金がですね、16倍とかになってまして、まあさらに配当金の増配と自社株買い、まあこういったところで総還元成功をですね、100% にするというですね、まあ思い切った株主還元策を行っております。会社の成長性でね、ちょっと不安なんですけども、まあこういったですね、極端な株主還元政策を出す場合は、まあ、結構ですね、株価は、ね、堅調に推移しやすいです。まあ、日本ガスに関しましては、前々からですね、総還元成功で 100% と謳っていましたけども、実際昨年5月の決算で15円のですね、増配を発表してから、まあ、株価はですね、窓を開けて上がって、まあ、そのまままだですね、高値ラインを保っていますので、会社のですね、事業内容は一旦置いておいて、株価的にはですね、意外と堅調に推移しやすい。まあ、そんなね、傾向にもあるかなと思います。まあ、あとはね、値上げで対応した分がどこまでですね、消費者がついてくるかと。その部分はですね、注目したいところです。まあ、第三四半期に関しましても、売上はそれは増えてるんですけども、やはりですね、利益額ですると前年間ですね、減益という形になってますので、今後もですね、さらなるですね、株主還元をするとなると、それこそ先ほど言ってたようなですね、まあ、人件費の抑制や DX 化、まあ、そういったですね、効率化がですね、まあ、鍵を握るかなと思います。まあ、過去 PR ベース見ても、まあ、高くはないんですけども、ただ2021年とかはですね、15倍っていう水準もありましたので、利益額が変わらなければ、あと 20% ぐらいは下落余地があるということですね。まあ、比較的安定している企業である分ですね、まあ、株価の割安性なんかをより重視して、まあ、取り組んでみてもらうといいんじゃないかなと思います。ということで本日の動画は以上となります。最後にお知らせになりますが、こちらのですね、チャンネルの公式 LINE の方で、初心者におすすめな中長期の投資法について無料で講義動画をですね、プレゼントしております。
YouTube ってどうしても銘柄の情報とか雇用統計どうなるとかそういう目先の話がですね取り上げられがちなんですけども、やっぱ大事なのはいざ長期投資をね実践するにあたってどんなポイントに気をつければいいのか、まあ実践上のですねつまずくポイントなんかをしっかり理解して取り組むことです。まあそういった面でこのチャンネルの動画をね見てるんであれば役に立つかなと思いますし、ぜひですね概要欄のリンクの方から友達先生をよろしくお願いします。それからですね本日の動画に、ね、役に立ったなといいなと思った方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。まあ3月末は高配当ね権利落ち日のシーズンでもありますけども、まあタイムリーに役に立つ動画をねどんどん出していきたいと思いますのでよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。